2023年8月25日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、デラウェア検察、ハンター・バイデン氏を不起訴にしようとして失敗。2、バイデン氏、偽名・メアド3個で部下、息子と連絡。3、米民主党、同じことをしてもトランプだから逮捕。こんな感じです。はい、えー、っとですね、今週、レポートを出したんですけれども、 えー、い,ついつになくというかね、いつも以上にあの対策になってしまって、568ページですか、まあ600ページ近いものになってしまったんです。で、なんでこうなってしまったかというと、あのアメリカで、ね、爆弾級の,あのニュースがどんどん飛び込んできて、日本ではほとんど報じられてないんで、それを、ね、こうあの選別したり、分析したりで長くなってしまいました。本当にあの会員さん、全部読むのは大変なんで、あの目次だけ見てね、 興味のあるところを拾っていただければと思います。あえー、毎日のメールだとかをね、熱心に拾ってる人は、もう、あのー、ざっとね、流し読みだけでいいのかなというふうには思ってますけれどもね。はい まあそんなわけで、えー、そうですね、その、うん、レポート内容は、新興国連鎖破綻は新興、えー、先進国のインフラエを低下させ、ドル泥肩を復活させるということで、もう新興国破綻が起こるよということで、その先のことを言ってるんですね。ちょっと気が早いんですけれども、もう今から準備しておかないとね、その時に慌ててもなんですから、えー、そのえ、いずれ来るよということで、えー、頑張ってほしいなというふうに思います。それからですね、 あのー、会員サイトの話なんですけれども、えー、実は4月から私、あの、うん、動かしてるんですが、ちょっと決済システムがうまくいってなくてですね、だからなんだかんだで、だから四5、6、7、8か、5ヶ月間ね、もうこの状態なんですけれども、あもうちょっとで、えー、多分ん決済システムなんとかなりますのでね、あのー、新規入会の方も、うん、そうなれば、えー、読めるかなと思いますので、もう少しお待ちください。 それでですね、あ、そうそうそう。それでですね、あの、まずこの話をしようと思うんですけど、あの、えー、ロシアのね、ワグネル、う,んうんうん、創設者のプリゴジンさんが、航空機が墜落して死亡したじゃないですか。うん、で、その、えー、側近の方と一緒にね、で、まあ、パイロットだとか CA の人も一緒に、えー、だいたい10、10名が死亡に、死亡ということになりました。 でそのアメリカの、ね、国防総省、えー、ペンタゴンの報道官は、えー、初期段階の分析としては、まあ、殺された可能性が高いよって言ってるんですけど、まあ、みんなそれ、そう思いますよね。うん、で、その、まあ、約2ヶ月前の私のこのビデオで、そのプリゴジンさんが、うん、モスクワの手前でね、210キロで、信号をやめたじゃないですか。 で、結局はね、粛清される運命だからや、やっちゃえばよかったのに、みたいなことを言ったんですけれども、まあ、その通りになっちゃいましたよね。で、これは、その、別に不思議でも何でもなくて、独裁国家ではよくある話じゃないですか。その、えっ、えー、と、スターリンがね、トロツキをどうしたかとかね、その、毛沢東が林平をどうしたかっていうのにすごく似てますよね。うん、うん。だから、その、えぇ、ー、俺がやったとは、 うん、言わないんですけれども、見せしめとしてね、俺に逆らったらこうなるよっていうことを言わなければいけない、あの、メッセージとして、やっぱりロシアは、うん、プーチン大統領は伝えるんでしょう。はい、えー。あの、世界はすでにね、第三次世界大戦に入ってます。その日本でもね、その安倍首相暗殺されましたし、岸田首相がね、こう、爆殺未遂あったじゃないですか。もうそれが当たり前の時代になっていくんで、 もちろんその資産運用のプロとして、ね、私は受験をするんですけれども、えー、その自分の身を守るという意味でもね、あのちょっと注意を払っていただければと思いますで。そのための情報をね、私はどんどん出していくので参考にしていただけたらというふうに思います。それでですね、そのじゃあ、今回のレポートが570ページ近くになった原因は、 えー、あのアメリカで、ね、もう、えー、こんなニュースありみたいなことがガンガン出てきてです、ね、もう正直、処理が追いつかなかったんですよ。だから、そのまあ、15日の、ねえー、輸出入物価が終わったら、あのー、レポート書こうと思ったらです、ね、それを整理するだけで1週間近くかかってしまったという感じなんですよね。はいえー、っと主だったところも本当にいろいろあるんですけども、4つだけ選びました。あのハンター・バイデンさんですねその、バイデン大統領の息子さんは、 弁護団とデラウェア州検,検察を結託して不起訴にしようとしたんですところが、それがうまくいかなかったっていうことが、あの今、問題になってるんですね。で、そのついでに出てきたのが、その、えーまあ、今、大統領の椅子に座ってるジョー・バイデンさんですね。えー、当時、副大統領が公的に偽名メールアドレスを少なくとも5つ使ってたと。で、その、それを使って部下だとか、その息子ですね。 ハンンターバイデンさんと連絡をしていたで、ね。これね、ガセだと思うでしょところが国立公文,公文書館がそれを、ね、保存してるそうなんですよ。だから、ね、それをそのアメリカの、ね、下院共和党が出せと、その国立公文書館にね、そのバイデンさんがあの偽名で出してたメールを出せって言って、 あの全部出せって言っててて言ね、ね。要求してるんです、ね、でこれでつながっちゃうのがヒラリー・クリントンさんもね偽名であのメールアドレスとそれから独自のサーバーを使ってたんでここのね、話とつながっちゃうんですよね。はいまあ、あと私がびっくりさんはそのはミシガン州で、うん、ね、その1人で8000から1万の有権者登録をしようとした女性がいたんですってで、えー、これをあるところが突っ張抜いたら慌ててねその、 司法長官が認めたみたいな。だからもうアメリカの選挙制度ってとんでもないんですよね。はい。それからその選挙に納得しない、と、あ、これちょっと字間違ってますね。その政党が別の選挙に送るディエリングっていうのは過去にもあったんですけれども、で、民主党もやったことあるそうです。私知らなかったんですけれども、でも今回同じことをそのトランプさんがですね、あの2020年の選挙でやったらこれは重,重罪だっていうふうに訴えてるわけです。えー、それはその、 自分たちはいいけれども、お前らはダメだろうっていうね、まあ、いつもの民主党仕草なんですけれども、トランプを支援したから重罪というふうにね、あのもう本当法治国家じゃないよねという話をしています。はい。で、その、ハンター・バイデンさんあの、バイデン大統領の息子の話なんですけれども、えー、司法取引が決裂したじゃないですか。で、これがどうしてそうもなったのかっていうのはあの、会員さんにはね、ずっとお知らせしてたんですけれども、その、 えー、まあ、いろいろやってるんですよね。その、まあ、エロ、エロサイトに投稿して、動画とかをあの、写真を投稿してるなんてかわいいもんで、脱税と、その、違法の銃保持。まあ、この辺から重罪になってくるんですけども、ロ問題はやっぱ、やっぱり一番の問題は、ロビー法違反とかマネロンで、その、お金をもらってね、その、アメリカの外交政策に影響を与えたんじゃないのっていう疑惑が一番でかいわけですよ。うん。ところが、そういう疑惑はずっとあって、あの、 ハンターラップトップで問題になってたじゃないですか。えー、ところが、それを知っていながら、そのまあ、弁護団は、ね、もちろん、ハンター・バイデンさんの弁護団は、まあ、もちろんそうなんですけれども、デラウェア州の検察官が、ね、結託して、いやこれは、ね、無罪にしましょう、不起訴にしましょうっていうふうに持ってこうとしたんですよ。うん、ところが、それをが頓挫しちゃったんですよね。これはね面白いことに左派のポリテコが報道してるっていう話なんですよね。でそのえー、じゃあちょっと えー、あれですね、うんはい。これが、ごめんなさい、これはあれか、あのワグネルのねあの、プリゴジンさんがもう飛行機事故で亡くなったという話、えー、不幸な事故みたいなね、えーで。プーチンさんはプリゴジン氏に哀悼の意を表明したということです。あ、ごめんなさい、こっちの、ウォール・ストリート・ジャーナルは、やっぱりこれ暗殺だよねっていう風に言ってますね。はい えー、そロシアによるウクライナ侵攻、西側による戦争を終わらせるためって言って、まあ、すいません、これはついでなんですけどね。だから、向こうにしてみればあの、お前たちが攻めてくるからあの、ウクライナに攻め入ったんだろうっていうね、自衛戦争のつもりだって話ですね。で、この、これと同じロジックを多分中国は使ってくるって話です。で、それからこのハンターさんの話に,に対しては、このカナダ人ニュースさんがものすごく。 詳しくしていて、あの話をしていて、で私もね、その、えー、記事の裏を取りながらご紹介する形なんですけれども、ね、本当ね、聞けば聞くほどひどい話でした。はいで、えー、っと、それをね、そのこうポリティコ氏がどうやって、どうしてね、そのハンター・バイデンさんの司法取引が決裂したのかっていうのをやって、であのどうしてその直ょ ずっとね合意して、もう合意が結ばれていたのに、どうしてその裁判所がそれを直前で蹴ったのかわからないって言ってるんですけども、当たり前で、<laughs> 当たり前で <laughs> なんですよ、はい。で、その、もともとのね、そのデラウェア州の判事法のああ原案では、その判事のサインも必要とせず、だからもう、要するに裁判すらせずに、それがハンターさんの有罪答弁もなしで、有罪を認める必要もなくて、起訴有用、 合意というのを提案したんですよね、うん、ところが、そのワイス連邦検察官、まあこの人ね、ずっとその、えー、ハンター・バイデンさんをかばって、えー、たんじゃないかって疑惑もある人なんですけれども、せめて軽犯罪の有罪は認めさせろというふうに方針転換したんですって。そそそううするとそのそれでねもう えー、無罪ねって、はいはい、無罪無罪って言っていたハンターさんの弁護団は怒ったんだけれども、現在捜査中のロビー法違反やマネロは訴追しないならいいよって言って、念押しをして裁判に所に向かった。ところが裁判の当日にそのデライェイ州の、うん、連邦検事法この、こっちとは別の人ですね、この原案作ったのとは別の人が、現在捜査中のものは除外されないと、この面積にね。それで決裂したんですよ。 でもそんな当たり前じゃないですか。だって現在ね、捜査中のものを、その、無罪にするために今ね、あの、司法取引をするってね、とんでもない話じゃないですか。ところが、そのポリティコ氏はね、こういうおかしな話を、うん、書きながらいや、なんでね、その、うん ほぼ合意していたやつを、えー、裁判所が保護にしたのかわかんないみたいな記事を書いてて、すごく面白いですね、これね。はい、あのこれは左派あ,あるあるで、えーっとえー、2020年の大統領選の時もそうでしたけれども、ニューヨーク・タイムズか何かがそのバイと、えー、トランプさんを引きずり下ろすために、いかにねその左派と マスメディアと SNS がビッグテックが結託したかみたいな話をしてて、それ犯罪じゃんって私は思うんですけども、彼らとしてはやっぱりね、そのやってやったぜみたいなところを言いたいんでしょうね、そ,のそれと同じような記事のじゃではないかなというふうに思います。はいでところがその、もう本当にね、これ、うすうす報じられてはいたんですけれども、検察だとかあの捜査チームをそのバイデン弁護団が、ね、お脅しまくってるわけですよ。で 仮にね、その IRS ですね、あの、再入庁の内部告発者2名が顔出しで、議会だとか、マスメディアで証言をしなかったら、このね、えっ、ー、と、起訴猶予合意って多分通ったんですよね。うん。で、その間、その、ハンターさんの弁護団は、検察だとか、うん、FBI だとか、RSI、R、あれ <laughs> 間違ってますね、これ、IRS ですね。の捜査チームを脅したんですよね。 で,で、その、検察の中の一部の人も捜査妨害を続けてたわけですで。お前らのキャリアを終わりにしてやるとか、もしそのハンターを起訴すれば、あの、ジョー・バイデンを証人に立たせると、それでいいのか、証言台に立たせると、それでもいいのかとかですね。で、えっと、ハンターを重犯罪で告発すれば、司法省に対する国民の信頼を損なうことになる。えー、サスマン裁判で彼が FBI に嘘をついたことが認定されたが、大陪審がすぐ無罪にした。同じようにまた恥をかきたいのかって言ってね、これね、無罪にした方がおかしいじゃないですか。ところが、彼らは脅してるわけですよ。お前らがね、いくらね、事実だとか法律を振りかざしたって、俺たちのね、力を持ってすれば無罪になるんだと、ね、これ以上恥かきたいのかって言って、なんとその弁護団がね、検察だとか捜査チームを脅してるという恐ろしい話なんですよね。はい。 でえー、ただ、こういうことが起こる中でも、サハメディアは、もうハンター・バイデンさんが中国から、ね、金をもらったとっいうことを認めざるを得なくなってる。えー、で、CNN の番組でね、そのハンター氏はその中国から金をもらっていた。 で、公開討論で、その、ジョー・バイデンさんがね、否定していたけれども、トランプが正しかったっていうことを、まあ、CNN の番組で言ったんですよ。まあその、ね、その後、その人がね、どうなったか知らないんですけれども、まあ、言っちゃったわけです。で、ワシントン・ポストも、バイデン氏の嘘を認めた、その、ファクトチェックですね。ところが、その、トランプの方が嘘つきだから、よしって言ってるわけですよ。トランプが行った非難、かっこ、多くはでっち上げとかですね。トランプの度重なる虚偽の主張とか言って、でもね、彼らが虚偽だとか、 あの根拠のない言いがかりとか陰謀論とか言ってたやつが全部本当だったから今、今問題になってるわけですよね。だからまあ、いかにも左派メディアって感じですよね。はい。それで、そのような話を一切しない日本のマスメディアはね、もっと恐ろしいなっていうふうに私は思います。えっ、ー、と、これが、えー、あれこれは何だこれは次のやつだな。そうですね。えー、っと、これがあのポリティコの記事ですね。はい。で、 えとでね、さらにびっくりしたのがですよ。えバイデンさんは、はその副大統領時代に偽名を、ね、5つ使い分けてたみたいなんですよ、えー。それで部下や息子と連絡をしていた。でロバート・ L ・ピータースとかね。えーまあ、L を抜いてロバート・ピータース。ロビン・ウェア。JRB ・ウェア。まあ、ウェアンってうのは多分、出身地のデラウェアの話なんでしょうけれども。 えー、ジョー・ロバート・バイデンでしたっけ、うんえー、のウェア。それからね、ピーター・ヘンダーソンという偽名もあって、えっと、2016年頃から、あの息子のハンター・バイデン氏は、このジョセフ・バイデン、今のジョー・バイデンという名前から、このピーター・ヘンダーソンに、えー、お父さんの、ね、メールアドレスを変更したそうです。これはねあの、私知らなかったんですけど、3年前にすでに報道されました。会員さんにはね、その記事、えー を、うん、差し上げたんで、すけれどもで、えー、当時ですね、そのハンター・バイデンさんは父のね、そのジョー・バイデンさんのことをペド・ピーターって呼んでたんですよ。で、その動画とか記事は残ってるんですけれども、でもね、みんなね、ペドはわかると。ペドフィリアのペドでしょと。でも、ピーターって何っていうふうに思,思ってたんですよね。そのタカ・カルソンさんみたいなのも。うん、ところが、そのね、この辺、ピータースだとか、 ピータース、えー、ロバート・ピータースとかね、ピーター・ヘンダーソンっていうような、その偽名が分かると、こっち分かるじゃないですか。ペドフィリアのピーターっていう話なんですよ。だから、なんかね、え、そんなにもう推理小説みたいにバッチリ合っちゃったわけですよ。ほん、ほんまかいな、みたいな。はい。で、さらに恐ろしいのがですね、これ、この偽名を、え、ジョー・バイデンさんが自分で使ってたんだったら、まあ、しゃあないかな、みたいなところあるじゃないですか。 ところがこのね、ロボロバート・ L ・ピータースで、アットマーク、p c i トガブってあるじゃないですか。だからガバメントですよね。だから、それ政府公認で偽名使ってたのっていう話になるんですよ。はい。で、えー、その、私はちょっと想像できなくて、公的役職の人が公的なね、えー 連絡をするのに、偽名を使うっていうのはあるんですかねもしあったら教えてください。まあ確かにね、その、えー、あのー、本名を名乗るとまずいケースってあるかもしれないから、偽名のね、名アドを使うケースはあり得るかなとは思うんです、うん。でもね、日本じゃあんまり聞いたことないじゃないですか。ほんま本当にそんなことするのっていうふうに私は思ってて、もし,おし、えっ、ー、と、する、こういう例をね、知ってる人がいれば教えてください。でね、その、えー、 6人ぐらい、その、オバマ政権の交換が、偽名アドレスを使ってたんですけどもね、ヒラリーさんですね、ヒラリー・クリントンさん。で、HDR22 とか、HROD17 とか、この2つの偽名アドレスを使ってたそうなんですよ。で、彼女の場合、その、えー、これをね、おっぴらに、その、あってた、ん、部分もあるかもしれないんですけどもね、あの、自分でそのメールサーバーを立ち上げて、 その議会とかか政府から見れないよようにしたんですよねだからこれは国立公文書館は持ってないかもしれない。うん、で,で,で、これで思い出しちゃうのが、そのこのね、あのメールサー使用メールサーバー問題をごまかすために、ロシアゲートをでっち上げて、トランプとロシアがその裏でつながってるっていう話をしたじゃないですか、そのクロスファイアハリケーンで。 で、そのダーラム捜査官はそんなのでっち上げで、もともとはね、あのー、ヒラリーさんが、あのー、この、使用メールのことをつかれたくないから、トランプの方が悪いんじゃっていうために引き起こしたっていうふうに結論付けましたよね。うん。ただで、でですね、私は正直、なんでね、その、うん、使用メールを使ってサーバーを立ち上げただけで、こんなにね、 騒ぐのか、あるいはそのヒラリーさんが焦るのか分からなかったんですよね。で、その、思い当たるのはベンガジ事件ですね。その、えー、アメリカの領事館が襲われて、大使領事が殺された事件ですけれども、それをね、その、うまく対処できなかっただけだったら、別に、あのそ,そういうミスってあるじゃないですか。その、情報を軽く見ちゃってね。あの、失敗したっていうのはあるんですけども、なんでね、えー、これで、 ヒラリーさんが慌てたのか、うん。で分かんなかったんですよ。でもね、えっと、この偽名まで使ってたっていうことを聞いて、いや、これね、その内容、よっぽどやばかったんじゃないのというふうに思ったんですよね。そのヒラリーさんもそうですけれども、結局、その、オバマ政権での交換6人も偽名アドレスを使ってるわけですから、なんかやってたんじゃないのっていうふうに私は思ってしまいますね。はい。はい、えー、これでいいのかな。うん。 えー、これがロバート・ピータースというね、あのー、偽名を使ってますよという記事。それから、うん。えー、オバマ政権の交換、えー、は、えー、の6人が使ってたっていう、あの、偽名をアドレスを使ってたという記事ですね。ちょっと本当にそれって何なんだろうなって思いますね。はい。えっ、ー、と、これはあれこれちょっと順番あれですね。えっ、ー、と、バイデンさんは息子が、その、 中国から金もらってないって言ったけれども、その党の息子は、あのいや、もらったって認めてるっていう話ですね。それから、これちょっと順番があれですね、うん。じゃあ、この話ですね。あのミシガン州でいろいろあるんですよね、まあ、州知事とか州務長官とか司法長官もそうですけどど、まあ民主党なんでね。あの えー、知事の誘拐未遂事件でがっつり FBI の内通者がやってましたみたいな話があるんですけれども、えー、最近発覚したのが、ミシガン州で一で、ね、人で8000から1万の有権者登録を申請した女性がい,いたんですでし、いたそうなんですよ。 わけじゃななくてその有権者登録をしないと投票でできないんですねところが、どうやらその他人の有権者登録っていうのはできるみたいで、ところがね、その,、えー、っとこの例の問題になった2020年の選挙の1か月前に一人で8000から1万ものを有権者登録をしようでとして、怪しまれて、その警官,警官が面接に行ったっていう話があるんです。でね その後この人逮捕されたとか、牢屋に入ったって話は聞かないんで、多分無罪方面なんでしょうね。で、なんでその担当者が怪しいかって思ったかっていうと、その多数の用紙に同じ作者によって記入されたように見える。まあ、同じ筆跡ってことですよね。最初に調べたところ、複数の用紙の住所が無効か存在しなかった。架空の住所ってことです。それから複数の書式に記載された電話番号に誤りがあった。えー、複数の書式に記載された署名が国務長官に提出された。 えー、署名と一致ない。もう、だから、その、えー、住所とか電話番号とかね、その署名がデタラメっていう話なんですよ。それを8000から1万人、いや、こんだけ有権者登録したいんですけどっていう、持ってったって話なんですよね。はい。ところが、この人ね、どうも掘り下げていくと、あのー、こういうね、未登録の有権者を探し出して、その、投票登録や不大所属ができるように用紙を提供することで週ね、 えっと、1150ドル、今だとどれぐらいですかね、まあ16万ぐらいなんですかね、の報酬を得てるっていうふうに証言したそうです。この警官に聞かれて、でじゃあこの人はね、どこに所属してるのかって言ったら、バイデン氏のために有権者を登、バイディン氏のために有権者を登録する、まあ16.4億円ぐらいね、支払うダークマネー団体所属。ダークマネー団体所属っていうのは、なんか、あの、返金者を、あの、 言わなくていいんですかねその代わり税金が高いかなんかだったと思うんですけれども。ただね、私ね、こんなね、1万人も登録するんだったら、おそらくね、定額じゃないと思うんですよ。だって私が週ね、週定額でこんだけだったら、1人だけね、その、やればいいじゃないですか。ところが、1万人もやるってことは、8000から1万人もやるってことはね、1人ね、10ドルとか、報奨金があったんだと思いますよ、不愛制で。うん。そうすると、1万人登録すれば、 それでまあ、今だと1400万円ぐらいになるじゃないですか。やる価値ありますよね。うん。でもね、そもそもこうやって、その、えー、有権者登録をね、他人がね、まとめてやる、うん。だとか、その、バロットハーベスティングって言って、他人がまとめてね、2000票だとかの、をこう、こう、投票所に持っていくとかね、もうそういうのやめましょうよって思うんですよね。うん。はい。で、これね、あのー、これをすっぱ抜いたのは、ゲートウェイパンデって、 と,と言って、まあ、あの右翼と言われがちなんですけども、ねまあ、確かにねあの、えー、飛ばし記事多いところではあるんですが、ところが、この辺に関しては、そのミシガンの、ね、司法長官が事実だと認めました。ところが、彼女が言うには、その性行為を発見し、防止する能力があることを証明したんだ未然に防ん,んだんだ、すごいだろうって言ったんですけれども、それはね、でも1万件だから見つかっただけで、 10とか20とかね、多分見逃されてますよ。ああで、しかもその、容疑者ね、その、<laughs> 警察に話聞かれたって言うけれども、逮捕されたとも、あのー、牢屋に入ったとも聞かないんです。だから多分不起訴なんでしょう。あ民主党だから、うんえー。で、そもそもね、あ、そうですね、バラッハービティングっていうのはもう怖くて、その、一人一票の前提が怪しくなっちゃうんですよね。 でまああのー、何度も言ってますけども、ウィスコンシン州では選挙後にね、えー、と20万5000の有権者が無効だったって言って削除したんですけれども、でもウィスコンシンはそのわずか1万何千票差でバイデンさん,買ってるんですが,が,が勝ったことになってるんですけれども、それさ、こういう作業って選挙前にやるって思いません で、選挙が終わった後、いや、これ20万人ぐらいね、有権者登録違ってましたとか言ってね、今頃何やってんだよって思います。はい。これですね。はい。えー、っと、ミシガンアトーニージェネラル、えー、司法長官が認めたんですよね。うん。でも、それは、あの未然に二人、二人だからいいでしょっていうふうに言っています。はい。で、えー、それで、 えっとこれはあれだ、はいえっとえー、ところがです、ね、このミシガン州もそうなんですけれども、あのー、選挙制度をね信頼ができるものに、えー、するように頑張りますじゃなくてその、うん、こういう怪しい選挙制度をしといてですよ。えー、ところがその えーえー、共和党側がいやトランプ勝ったって言って、16人の選挙人を送り込んだじゃないですか。えー、結局これ弾かれたんですけれども、この、ね、16人を選挙法と偽造の重罪で告発したんですよね。でところがこれはあのー、過去あ、うん、った話なんですよね。えー、負けた方の候補、うん、あるいはその政党がそれを服として別の選挙人、まあ、ミシガンの場合は、えー、と16人ですから。まあ えー、司法長官だとかね、その宗務長官が、宗、まあ、務長官が責任者ですから、えー、バイデン勝ちましたって言って、16人送ったんですけどいやいや、それは違うって言って、議会が16人、トランプが勝ちましたって送ったわけです。で、これを、そのデュエリング・エレクトラル・スレーツっていうみたいなんですよね。通称、デュエリングと呼ばれてます。ねこれはその、うん、トランプはね、違法にそんなことしてるって言って、 えー、記憶があるんですけども私も知らなかったんですけどね、1877年にそういうこと起こってるそうなんですよね。大統領選挙、えー、ティルデン・ヘイズ妥協の時それから近くで言えば1960年ですから、まあ、60年ちょっと前のハワイ民主党も同じことをやって、そのいや、民主党勝ちましたからって言って、そのえー、選挙人を送り込んでる、ハワイの、うん。だからこんなことね、別に過去何度,もあったこと何度かあったことだし、 違法でも何でもないよって言ってるのに、えー、ところがやっぱりね、その気に食わないわけですよ。俺たちはやったけれども、その、今回はね、トランプを応援したから、こいつら重罪だっていうふうにやってるわけですよね。はい。まあこれは、あの、えー、えー、フォックスの記事なんですけれども、えー、ダーショビッツさんという、えー、っと、ハバード大学の名誉教授かなんかがそう言ってるんですよね。はい。で、はい。 これでですね、もう本当にこれはひどい話で、あのー、司法省は、えー、まあ、機密文書の話とね、それから2020年大統領選挙後の政府転覆、共謀罪で、えー、大統領を起訴しました。で、今日逮捕されたんですよ。日本のメディア報道してますえー、っと、うん、これはですね、あのー、どこに行ったんだっけな、あのー、フロリダ。 なんですけれども、に出頭して、で、工事所に20分ぐらいいたそうなんですよ。で、えー、裁判の予約をして、指紋をして、で、20分ぐらい足らずで釈放なんですけれども、まずね、トランプさんが逃亡の恐れありってね、<laughs> 何言ってんの、えー、すごいですよね。要,要するに、もう選挙に向かって、こいつは逮捕されたあ重罪人ですよっていうことをアピールするために、こういう、まあ、写真を撮ってね、えー、公表してるわけですよ。 それから、それから、あのー、さっきも言いましたけれども、トランプを支援する奴は逮捕してやるぞっていう脅しでもあるんでしょうね。で、実際そのプラウドボーイズ裁判なんかでは、その1月6日のブレイディ規則といって、その、えー、被告人に不利な証拠も渡さなきゃいけない、弁護人に、ね、渡さなきゃいけないっていうブレイディ規則を、ね、完全に無視して、それで有罪にしてるんですよ、無,無理やり。だから、その、 バイデン政権ってはっきり言って法治国家じゃないんですよね。あの、まあ、ロシアとかね、中国よりは多少マしかもしれないですけれども、まあ、やってること自体はあんまり変わんない。で、こういうふうにね、その、まともな人、知ってる人は怒るわけじゃないですか。もう、お前らいい加減にしろよって言って、その、アメリカは内戦状態になってる。その間にね、亡国がこ世界を支配するみたいな。中南米いた,いただきみたいな感じです。 でも、こういうことを知らない人はずっと知らないままなんで、まあね、あの、まあ私の、そうこういうメールだとか、あの、ブログだとか動画削除されるかもしれないですけどもね、でもまあちょっと、法治国家で、ね、発展したいんだったら、もうちょっとしっかりやろうよということを訴えていきたいと思います。はい。でもう本当に日本のことをちょっと振り返ると、完全に情報が分断されていて、まあ例えばね、ロシアや中国ってもう検閲が徹底してるじゃないですか。 で、逮日本、あのー、アメリカも似た感じで、反トランプなら無罪だけど、新トランプなら有罪っていうね、もう本当にね、あのロシア、中国と大して変わんねえなと、今の政権はですよ。うん。えー、でも、もっとひどいのは日本で、そのアメリカでね、そのような対立があることすら知ら,われ知られてないわけじゃないですか。だから、その、今はね、その、親米でやってるけれども、 今、盲目的にバイデン政権を支持してるじゃないですか。あでねあの、ウクライナにいくらでもお金出しますと。あのうん、日本は日本人には増税しますから、その連帯保証人としていくらでも支援しますって言うんですけれども、だからこれね、風向きが変わると、次はね、盲目的に中国を支援してもおかしくないと思うんですよね。うん、で、今、そのロシア国民がねあんなことをやってるプーチン大統領を支援するのはおかしいだろう、あいつらって思うじゃないですか。でもも日本人もね このえー、今の状況だと、盲目的なバイデン政権支持、あるいはね、それがねじ曲げられて、盲目的な中国支持というふうにね、うえー、ねじ曲げられて、えー、それをね、世界からね、あいつら狂っちまったぜっていうふうに言われるかもしれません。まあ、そういうことにならないようにね、あのーえー、なるべく事実に基づいた意見を私は発信していこうと思います。えー、引き続き頑張ってみます。以上です。